さあ、そして第2クォーターが始まります。攻守方向入れ替わり、今度はトライスターズ、失礼しました、エールズ、顔面向かって右から左に攻める格好で試合が再開となります。タッチダウン、ランニングバック24番トスを受けて左のオープンに展開、相手タックルを弾き飛ばし、そのままエンドゾーンに入り込んでタッチダウン。ヘイルズ6点獲得。そしてそのタッチダウンをしました24番小林がそのままトライ4ポイントのキックに入ります。キック成功、1点追加、リードフェルト・エールズ21点、トライスターズ0点となりました。マガ様、メッセージありがとうございます。 X3 ワンサイドゲームになりやすいというよりは、むしろ X3 の各チームのその戦力というものが、その募集状況および練習ができる環境等によって大きく左右されるところにあります。あるチームはそのアメリカンフットボールの普及を邁進させるため、どうしても練習およびその戦術を高度にはできないという状況もあります。上を目指すチーム、アメリカンフットボールの普及のため、そして継続のためにと活動するチーム、さまざまな思惑が入り混じるのが X3 の特徴でもあります。さあ、エールズのキックオフで試合再開となります。トライスターズリターンに入ります。これもエールズカバーチームが素晴らしく、84番のタックルによりトライスターズ陣25ヤード付近でボールデッドとなりました。エールズ84番は竹内、宇都宮大学出身のプレイヤーです。宇都宮大学も現在はアメリカンフットボールが9部という形で消滅した形になっており、その最後の生き残りともいうべき選手がここで活躍しています。トライスターズ自陣26ヤードからファーストアウト、9位これクォーターバック55番パスを投じようとしましたが、エールズディフェンスラインに殺到しまして QB サック、パスを投じる前に倒しました。トライスターズ自陣20ヤードからセカンドダウン16、オプションプレーを選択しました。クォーターバック55番自らキープしまして中央トップを図りましたが、ここでイエローフラグ、反則が発生しています。フィールド上に黄色いウエスが落とされますと反則発生を意味します。パーソナルファール、フェイスマスク、リードヤード56番、ディフェンスの反則です。相手選手のフェイスガードを掴んで倒すという反則です。この反則は危険な行為として重大な反則に扱われます。反則発生地点から15ヤードの抜体、そしてオートマチックファーストダウンとなりまして、トライスターズ攻撃権更新となります。トライスターズファーストダウン。先ほどのオプションでキーププレーをしましたクォーターバック55番は浅野、大阪体育大学出身のプレイヤーです。
インターセプト、ターンオーバー。ここでクォーターバック55番ロングパス上に状況打開を図りました。しかしこのパスを取ったのはエイルズ3番。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのはエイルズ3番のミネ、摂南大学出身。これにより攻守変わりまして今度はエイルズの攻撃となります。エイルズ自陣37ヤードからファーストダウン10。ファーストクォーターバック4番ハンドオフフェイから自らキープ。一気に左オープンを独走し相手ディフェンスを抜き去って大きく前進。エイルズファースター素晴らしいランを決めました。エイルズの4番は信弘、京都工芸繊維大学出身のクォーターバックです。エイルズ相手陣25ヤードに入りましてのファーストダウン10。パス成功。クォーターバック4番右に展開したワイドレシーバーにパスを通しまして約5ヤードのゲインとしています。失礼、約4ヤードのゲインでした。パスを通りましたワイドレシーバーは84番の竹内、宇都宮大学出身。エールズ相手陣22ヤードからセカンドダウン6。34番トスを受けてそこから一気に縦に切れ上がりました。ディフェンスは今日疲れその隙間を縫うように34番そのままエンドゾーンに駆け込んでタッチャー。テイルズ6点獲得。そしてキック決めまして1点追加。リードフォードエールズ28点、トライサーズ0点となりました。エールズここまで順調に得点を重ねております。前半の段階で4つのタッチダウンを連ねました。このまま状況を自分たちのペースで終始させるのでしょうか、あるいはその間を抜いてトライスターズが反撃に出るでしょうか。試合はエールズのキックオフで試合再開となります。ボールを落としてしまいましたが外にボールが出ましたのでこの時点でプレー終了という形になります。所有権はトライスターズに移り、トライスターズ自陣22ヤードからの攻撃となります。トライスターズ自陣22ヤードからファーストダウン10。
スは成功。クォーターバック19番ワイドレシーバー18番のヒッチパス、キャッチアンドランを図りましたが、しかしこれはエールズ9番が見事に対応しまして、このラン約2ヤードでとどめています。パスを取りましたワイドレシーバー18番は勝山、天理大学出身のカムバックプレイヤー。そしてこれをタックルしましたのは9番の四方でした。京都教育大学出身のプレイヤーです。トライサーズセカンドダウン8、ボールオン自陣24ヤード。さあ今度は中央へのプレー、ランニングバックの突破力に欠けましたが、しかしこれもトライサーズディフェンスラインが殺到しまして、このランによるゲインはほとんどありませんでした。1ヤードのゲイン。トレーサーズ自陣25ヤードからサードダウン7。クォーターバック19番オプションプレーで自らキープ、自身の総力で突破を図りましたが、ゲイン1ヤードで終わっております。フォースダウンと変わります。クォーターバック19番は久保田、京都大学出身のプレイヤーです。トライサーズフォースダウン、フォースダウン6、パントフォーメーションを選択します。さあこれをリターンしようとしましたが、トライサーズが見事にカバーし、ボールはエールズ陣30ヤード付近でボールデッドとなりました。この位置での攻守交代です。パンター13番の長塚、非常に巧みなパントをコントロールし、相手のエールズのリターンを避ける形にパントを蹴っております。攻守変わりまして、今度はエールズ自陣28ヤードからのファーストダウン10。ナイスラン、ファーストラン。ランニバック24番ハンドオフを受けて中央突破、相手のディフェンス内での隙間を縫うように走り抜けて攻撃権更新です。エールズファーストラン。ランニングバック24番は小林、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。エールズ自陣49ヤードからファーストダウン10。さあ今度は左方向へのランプレー、トスを受けてランニングバック34番左オープン展開し、約6ヤードのゲイン。今度はキャリアは34番の八木でした。近畿大学出身。エールズ相手陣に入りまして、相手陣45ヤードからセカンドダウン4。これはトライサーズのナイスディフェンス。再び中央へのランプレーをエールズ観光しようとしましたが、これを読みトライサーズ34番が猛チャージして、このランプレー1ヤードのゲインで止めました。素晴らしい対応をしまして、このランの歯止めをかけましたのはトライサーズ34番の伊橋。エイジ51、51歳のプレイヤーがここで一つ大きな仕事を決めました。
エールズ相手陣44ヤードからサードダウン3。パス成功、ファースター。ここでエールズパスプレーに出ました。これをワイドレシーバー22番がキャッチしまして、攻撃権更新です。エールズファースター、パスを取りました。エールズ22番は山下、摂南大学出身、そしてチームの代表でもあります。先ほど見事なタックルを決めましたトライスターズの伊橋は同じくチームの監督をやっています。共にチームリーダーがここでお互いに意地を張り合う形で素晴らしいプレーを見せました。そしてエールズ、ここでランプレーで攻撃権更新です。エールズファースター、トスを受けたランニングバック34番、一気に縦に切れ上がって攻撃権更新です。ここでホイッスル、チームタイムアウト、リード。ここでエールズ前半1回目です。1回目のタイムアウトを取ります。前半残り時間は1分36秒となっています。現在のポジショニングはこの時間内におさ、時間がなくなりますと現在のポジショニングはなくなります。この有利な状況を確保したく、ここでエールズは一旦タイムアウトを取りました。エールズ前半1回目のタイムアウトを使いまして、ここからの攻撃仕切り直しをいたします。ボールオンは相手陣22ヤードでエールズファーストダウン10。タッチダウン、クォーターバック4番自ら中央突破、一旦止まったかに見えましたが、そこからスリーケ一気にエンドゾーンを落とし入れました。エールズタッチダウン、エールズ6点獲得です。素晴らしいタッチダウンをしましたのはエールズの4番信弘、京都工芸繊維大学出身のプレイヤーです。キック成功、1点追加、リードフォードエールズ35点、トライスターズ0点。得点重ねるエールズのキックオフで試合再開となります。トライスターズリターン、味方ブロッカー生かしながらトライスターズ自陣30ヤードを超えたところを確保しました。
トライサーズ自陣33ヤードからファーストダウン10。前半残り時間は1分13秒となっています。パス成功。クォーターバック55番、ここでワイドレシーバーにパスを通しまして約9ヤードのゲインとしています。パスを取りましたのはワイドレシーバー31番のようです。トライサーズセカンドの残り1ヤード、パス成功、ファースター。クォーターバック55番、ここでワイドレシーバーに入っていました。18番にパスを通しまして攻撃権更新です。ここでトライサーズタイムアウトを取ります。前半2回目のタイムアウトを取りました。パスを通しました。クォーターバック55番は浅野、大阪体育大学出身。取りました。ワイドレシーバー18番は勝山、天理大学出身です。浅野は本来の背番号は10番ですが、おそらくチームのオフェンスラインマンの事情などを鑑み、あえてラインがつける背番号を本日は着用しての出場だと思われます。さあ試合再開となります。トライサーズファーストダウン10、ボールオン自陣49ヤード、インターセプト。タマラ、ここでトライスターズはパスプレーを選択しましたが、そのパスを取りましたのはエールズ9番、大きくリターンして攻撃権奪取としました。インターセプトにより攻守交代です。ターンオーバー。見事インターセプトを決めましたのはエールズの9番四方でした。京都教育大学出身。エールズ前半残り時間17秒で攻撃権を得ました。ボールオンは相手陣21ヤードからのファーストダウン10。パス不成功。クォーターバック4番、プレッシャー浴びながら左に流れつつターゲットを探しましたがパスを投げ捨てました。前半残り時間6秒となっています。ここでホイッスル。チームタイムアウト、リードアフォート。ヘールズここで前半2回目のタイムアウトを取ります。エールズ前半2回目のタイムアウトを取りました。ボールオンは相手陣21ヤードでエールズセカンドダウン10。試合時間は前半残り時間6秒。
タッチダウン。ここでクォーターバック4番エンドゾーンへのパス、これをワイドレシーバー19番見事に飛びついてキャッチしましてタッチダウンとしました。エールズタッチダウン、これによりエールズ6点獲得。タッチダウンしましたのはエールズ19番のサコン、摂南大学出身。そしてキック成功、1点追加。リードフォートエールズ42点、トライサーズ0点となりました。第2クォーター終了、前半終了です。前半終了となります。前半終了となりまして、リードフォートエールズ42点、トライサーズ0点でリードフォートエールズ大きくリードしての前半戦終了となりました。